では1セ1ト電気鉄道では1系電車は、瀬戸電気鉄道が1920年に申請した木造電動貨車。2両が存在した。瀬戸電気鉄道は、瀬戸の当時期の出荷、それに必要な燃料の運搬があり、貨物輸送が行われていた。当初は二軸単車の電車が貨車を牽引していっていたが、 輸送量増加に伴い専用の電動化車が必要となり、1920年に名古屋電車製作所が申請したのが本形式である。車体は無害車の上に柱と両を立てて屋根を設置した形状であり、側面に板や窓は設置されておらず吹き抜け状態であった。前後には運転室が設置されていた。運転室の正面窓は、 同時期に申請された手28から32と同じ3枚窓で、あるが手28から32がある曲線なのに対し、本形式はフラットの形状である。モーターなどの電装機器は手3、4のものを使用した。1939年に瀬戸電気鉄道が名古屋鉄道と合併した後、以前から名古屋鉄道で運用していたでは1型が廃車されたこともあり。 では1型は、では1型に解消する。その後もセット線で運用され続け、1960年、廃車される。ありがとうございます。